ここは小平イルミネーションといいまして、そこの実行委員会の副実行委員長の関と申します。12月の22日日曜日が点灯式ありまして、2月の1日までの42日間、開催する予定です。夕方5時から、夜9時まで、タイマーで、5箇所のブロックで、点灯することになってます。まあ、1年前、からここにこの規模で、飾れるようになりました。まあ、今年の、目的としましては、まあ、その震災の復興が、少しずつ進んできてるんですけども、心の復興っていうのがまだまだという人も少なくないと聞いております。で、そういう人たちにこういうイルミネーションで、見てもらいまして、ときめきみたいなことで、心の豊かさを感じてもらえたらななんていう、そんな思いから、地元の人たちとか、関東方面の大学生のボランティアとか、あるいは滋賀県の商工会の方からの支援をいただきまして、これだけの規模を今年やることができました。3年前に、滋賀県の方から、いただいたものです。本当に、あれが励みになりますね。正確には分かってないんですけど、去年は、7万個で、今年は15万個以上、使ってるっていうふうには実行委員長は言ってましたけども、まあ、実際来てもらえるとこの規模が分かりますけどもね。普段は小さな公園なんですけども、そこに熱い思いがいっぱい詰まってます。本当に山本町小平っていう地区、一体どこにあるんだっていう方が、半分の方がそうおっしゃってまして、特にここの小平農村公園といいますけども、普段日中見ると本当に小さな公園なんですけども、小さな丘になってる、ちょっとした遊歩道的な、本当にものがついてるちっちゃな公園なんですけどもね、そこで本当に熱いものをやってますんで、都会の洗練されたイルミネーションとはまた違った、手作り感のある、親しみやすいかなって思いますので、ぜひ、皆さんで見に来ていただきたいと思ってます。